国道45号の起点、仙台市道路原表国道45号は、宮城県仙台市から太平洋沿岸を経て、青森県青森市に至る一般国道である。宮城県気仙沼市のただ腰峠を貫く、唐桑トンネルを抜けた直後の地点にある津々漏れ宮城県より、三陸海岸を経て、青森県へ至る路線である。 1963年に一級国道45号として指定された当時は八戸市仙台市間だけで延長 507.4km にも及ぶ長大路線で一部区間では車両通行が不可能だった。1972年完成の一次改築によって同区間は 411.2km まで短縮され所要時間も5時間以上短縮された。 岩手県下平郡岩泉町の小本地区には最大10%という急勾配と急カーブが 2km にわたって続く当選最大の難所である中野坂があり特に9時方向から宮古方向は非常に急な下り坂で途中に3カ所9時方向からの緊急避難所があるさらに9時方向からの後半車が制限時速 30km を超えた場合 従来の電光表示と併用して、警告音を大音量で鳴らす特殊仕様オービスもある。これを改良するため、三陸北中間道路整備の一環も兼ねて、中野バイパスの整備が行われ、2010年11月28日に開通した。国道45号は、中野坂以外にも、リアス式海岸の段急部と、市街地や港のある低地等交互に通過するため、 南丘を上り下りする急坂やカーブが多い。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。国道45号は、1953年に指定された二級国道111号8の辺、仙台線を前進とする国道である。その後、二級国道の中から重要な路線として認められ、1963年に、 他の二級国道102号、八戸広し前線の一部区間と統合する形で、一級国道の第三次路線指定を受けて、一級国道45号として指定された路線であった。その当時は、三陸のリアス式海岸の特徴でも、ある長大な海岸線沿いに道路が走っていたことから、岩手県内だけでも約 330km もの道路延長があった、上、 道路の状態も悪いひど道で、通行1 0時間以上を要する道路でもあった。1965年に道路法が改正されて、1級、2級国道の東廃号により、一般国道45号となった。国道指定以来、バイパスなどの道路改良が続けられ、現在では道路延長が 100km 近く短縮されている。 東北地方太平洋沖地震に伴って発生した大津波で壊滅的被害を受けた岩手県上平郡大津町キリキリ地区の航空写真。画像中央を走る幅の広い道路が国道45号。山並みの向こうには大津地港の南側で発生した火災による煙も見える。東日本大震災の津波を受けて実際に設置されている標識道の区国府多賀城。 日本 3K の一つである松島、三陸海岸などを経由するため、東北地方における観光ルートの面を持つ。常磐海岸を経由する国道6号とともに、日本の東海岸における主要国道の一つである。有料道路主なトンネル道の駅岩手県、下平郡の府大村付近バイパス道路のうち、三陸沿岸道路、上北自動車道からの接続路線を除く。 一般国道、高速道路県道本線最大の難所である中野坂の頂上付近より仙台方面を望む。岩手県大船都市出身のシンガーソングライターである浜守栄子は売り上げの一部を義援金とした CD 国道45号線で2011年の東日本大震災の津波で甚大な被害を受けた自身の故郷を歌い、 チャリティー活動を行ったことで知られる。ありがとうございます。